そうですね、ナイロン の, あの2月号にあの掲載してもらったんですけど、そのきっかけはあのインスタグラムをその編集者の方が見ていただいて、あのインスタからメッセージいただいて、あのぜひあのアートワーク作ってくださいって言っていただいて作りました。本当に私もなんか噂には聞いてたんですけど、わほんまに来たみたいなインスタが仕事につながったと思って嬉しかったです。インスタ作ってなかったらそんな機会得られなかったので、よかったなって思います。これ自体は個展の時に作った T シャツで、一番人気 の, あのデザインの T シャツでした。夏場はやっぱりあのせっかく作ったから着ないとなって思ってよく着てます。スズリはあの個展の時に T シャツを作ったんですけど、そのやっぱり自分で作って自分で注文してってやって在庫抱えたりするのがすごい大変だし、個展の時は受注生産にしてたんですけど、そうするとすごい時間かかってしまうのでスズリを始めました。でスズリでもあのこういう感じでコラージュ の, あの T シャツ作ったり、トートバッグ作って作ったり、ガラスのコップとかを作ってるので、ぜひよければ見てくださいあの入社する時にあのここの空間すごいいいですねみたいな、あの月に前は月に1回ぐらいあの展示をしてたんですけど、その環境がすごいいいなって言ってたら、あ1年後にあの個展してなって言われて、あはいみたいな感じで楽しそうやからやってみようと思って、あの今まで個展したことなかったんで、じゃあ入社して1年後には個展開こうと思ってやってたんですけど、あのいざあの個展いよいよ始まるぞっていう時期がすっごい仕事が忙しくなっちゃって、あのすごい大変だったことはあの個展 の, あの自主制作の作品作りと仕事の両立が全然うまくいかなくて、あの、まあ仕事終わって夜中4時ぐらいまでずっと作品作りみたいな感じでやってたのがすごい体力的にしんどかったです。社会人で作品作ってる人みんなすごいなって思いますし、自分もよう頑張ったなって感じですでも学生の時に個展やってたら、もっとあの 100% 自分の時間を使ってあのやりたいようにできたのかなとは思いますね。でもまあ、学生時代 の, あのクオリティ、作品の自分のできる技術とかクオリティとかってやっぱり低いと思うから、まあ、社会人になっていろいろ学んでからやる個展の方がクオリティ高いのかな、どっちが良かったのかなっていうのは思いますね。まあ、やっぱりあの伊藤圭司先生はすごい授業を受けてすごい影響を一番受けたなって思ってて、今でもすごい憧れていますし、あとは、増田セバスチャンとかのすごい明るい、キラキラしたコラージュみたいな、もう本当物でのコラージュみたいな感じの世界観もすごい好きですし、あと最近は吉田ユニさんとかもすごいなんか発想とグラフィックの完成度みたいなのがすごいなって憧れています。プライベートのアカウントと仕事のアカウントを分けていて、ごちゃ混ぜになってるのがすごい嫌いで、プライベートはプライベートで分けたいし、コラージュだけで並んでるあのサムネイルがの方が綺麗だしっていうのは思ってて、絶対分けようと思ってやってます。1個目の投稿は逆にそのコラージュの方の作品を先に作っちゃって、あのそうですね、これはコラージュだけである方が綺麗だなっていうのを思ってて、でもプライベートのこともつぶやきたいなと思ったので、その次にプライベートのアカウントを作ったって感じですね。そうですね、 Facebook にまで行くとなんか年齢層高すぎて、なんか賢い文章作らないといけないみたいな、なんだかもすごい面倒くさいこれが一番最初に作ったジンで、あの大学時代の作品をずまとめたって感じの、これが大学卒業してすぐに作ったもので、ヒアイズジン東京っていうあのコンペ、ジンのコンペがあるんですけど、それに入選した作品で、200人中の10人に選ばれて、これは東京カルチャーとバイビームスで展示販売してもらった作品です。楽しくて明るい気持ちになってもらえたらいいなっていうのがあの一番大きくて、さらに私がすごいあの食べ物モチーフが好きなので、あの食べ物と動物を組み合わせたコラージュを多めに作ってますね、はい、ちゃんと製本したのは初めてですね。あの大学のプリンターで印刷してホチキスで留めたみたいなのは何個も作ってたんですけど、
ゼミの先生がヒロ杉山さんなんですけど、そのヒロさんがあのやってるイベントコンペなので、あの出してみなよって言ってもらって、出したらあの入選しました。そうですね、はい、毎週、3年生の時は週1回来てもらってて、そうですね、4年生も週1回来てもらってましたね。もうめちゃくちゃヒロさんにお世話になって、卒生もヒロさんの力あってこそみたいなところもあるんで、あのグラフィック考え方とか表現の仕方もそうだし、最終的な印刷のアウトプットまであのちゃんと力を込めてやらないといい作品にならないよみたいなこととかはすごい学びました。これはこの2冊目社会人になってから作ったもので、これは、ヒルズジンマーケット、六本木ヒルズのアートデザインストアで販売してもらったジンです。前の会社で勤めてた時に作りました。前の会社ではあまりデザイン、がっつりデザインできなかったので、自己表現でそのフラストレーションみたいなのを、爆発させようと思って作ってました。まあなんか色を絞って作ってみようと思って、黄色をテーマに作ったもので、全ての作品が全てページが黄色で統一されてやってます。こんなん作ったよっていう投稿は出してるんですけど、なんかその本の作品の内容まで全部インスタ載せちゃったら、じゃあこれいらんやん、インスタ見たらタダでいけるやんってなるのが嫌やなと思って、あまり載せたり載せてなかったりしてます。これが一応最新のジンなんですけど、カラーバッグに一つものがあるっていう構成、物撮りがすごい好きで、それをなんかあの撮影じゃなくてコラージュでもなんか消化できないかなと思って、缶ジュースのパッケージ風のコラージュのジンを作って、全て缶ジュースのフォーマットに当てはめてカラーバッグと合わせて あのページ構成になっているジンを作りました。なんか意外と楽しかったなって思って、お気に入りのジンです。2018年12月12日です2年前ですかね。最新作を制作中で、まあ、夏頃には発行できるかなっていう感じで作ってます。コラージュはやっぱベースにあるんですけど、でも最近はちょっとイラストレーションとか描いてみたいなって、あんまり描けないんですけど、描けるようになりたいなと思ってちょっと練習してるっていう感じですね。これは就活の時に作ったポートフォリオなんですけど、結局今の会社に入る時に見せたポートフォリオで、これ見せてよかったって感じなんですけど、大学生の時何してたかみたいな作品課題について説明してます。まあでも最初ポートフォリオは最初にインパクトあるものを載せようと思ってて、なんかちょっと面白グッズみたいなのを授業で2年生の時に作ったのを最初に載せて、なんかあこの子って変なこと考えてるんやなみたいな感じで思ってもらえるように、鼻血のグッズみたいなのを作って、これがすごい学生の時もみんなに笑ってもらえて思い出深い作品になってます。でもやっぱり差別化してなんぼだと思うので、この子はこういう作風の子やっていうのが分かってもらわないと、やっぱ面接の時に記憶から流れていってしまうので、あの子どんな子やったっけってなってしまったら、もうそれで採用されないってなると思うので、やっぱり自分っていうものがどういうものなのかっていうのは大学4年間で見つけていった方がいいんじゃないかなっていうのは思います。厚みあって160ページぐらいはあるんじゃないかなって思ってます。はい、あんまいないです。私ぐらいでしたね、大学でこんな分厚いの作ってるのは。やっぱりどこか作品の中身、ポートフォリオの中身でもインパクトを見せないとダメだと思うんですけど、それよりもまずこの厚みでインパクトっていうのも持たせれたらいいなと思って、できるだけ作品課題は載せれるようにクオリティを上げて載せたり、自主制作で作ってるコラージュとかもそのポートフォリオの中に載せてました。まあでもこのポートフォリオ最終形態に至るまでにすっごい何回も10回ぐらいブラッシュアップして、
結局、3回生の時からずっと作り続けてて1年ぐらいはかかってこの形に落ち着きました。アドビイラストレーターみたいな感じで井原夏実 のアプリを開きますよって感じで開いたら世界が広がりますよという感じでプロフィール画面もデスクトップのデザインにしてます。滋賀県の大津市出身で、琵琶湖の西側の田舎で育ちました。高校はファッションを学びたくて、もともと普通科と家庭科のある高校に行ってて、家庭科に進学したのでファッションとあと保育と調理を学んでました。型紙の書き方とかミシンの使い方とか、やってて、毎回授業で今日はジャケット作りますとか今日はテーラードパンツ作りますとかいう授業を受けてて、自分で布を買ってきてそれを服にするっていう授業を受けてて、で高校3年 の集大成がファッションショーっていうのがあって、自分でデザインした服を自分で縫ってそれを自分で着てランウェイを歩くっていうファッションショーがあるんですけど、それに出たくてその高校を選びました。ジッパーとかケラとか原宿系とか青文字系がすごい好きだったんで、キャリーパミパミみたいな感じのなんかキラキラのなんかすごい派手な格好のドレスを作って、でなんかさらにもっとインパクトあることしたいと思って、シマウマのなんかゴムの仮面お面みたいなマスクをかぶって出ました。なんかファッションデザイナーになるぞと思って入学したんですけど、もう壊滅的にミシンが扱えなくて全然まっすぐにミシンが縫えなくて成績がすごい悪かったので、これはあかんなと思って、それやったらそのミシンとかせずにデザインしようと思って、じゃあデザインやったら芸大かなと思って芸大に進みました。1、2年生の時は情報デザイン学科の授業しか受けてなくって、3回生になって選択授業でイラストレーションコース のコラージュ作家の伊藤圭司先生の授業を受けて、その時に初めてなんかアートって面白いなっていうのを思って、今までずっとデザインの方が優れてるとかデザインは問題解決してるし社会的に意味があると思ってデザインしかやってこなかったんですけど、その授業で初めてアートってこうやって表現して、別に正解とか不正解とかもなくてなんか自由にやっていいんだと思って、そこからじゃあ私はコラージュでなんか表現していきたいなって思って、その時初めてコラージュしました。休みの日は、ちょっと今自粛期間で全然行けてないですけど、基本本当に北浜天満橋あたりご飯美味しいお店が多いので、そうですね、今日もうご飯食べにお昼からランチ行って、その後どっかでお茶して一回家帰って昼寝して、じゃあ夜ご飯どこ食べに行くみたいな感じで基本何か食べてます。言ったらコラージュが趣味っていうのもあるし、食べ歩きすることとか散歩とか喫茶店行ったりすることも趣味ですかね。北浜にあるお店なんですけど、スタンドプッチっていうサンドイッチ屋さん、サンドイッチとビールのお店なんですけど、そこがすごいあったかいお店の雰囲気で美味しいサンドイッチが食べれて、で中でも私はベーコン&ピーナッツバターっていうサンドイッチがすごい好きなんですけど、ベーコンのしょっぱい感じとピーナッツバターの甘い感じが甘じょっぱくすごいマッチしてて、なんか、何個も食べたら胸焼けするんですけど、もう本当に美味しくて毎日食べたいなっていうぐらい好きです。通勤のルートにスタンドプチがあるのでよく帰りとかも寄って帰ったりしてます。